こんにちは、レイセンです。今日は6月2日日曜日になります。絶食413日目ですね。天気は曇り。で、睡眠時間は今のところ6時間とってます。尿回数は2回ですね。今日はなんか過ごしやすそうな、なんか程よい気温って感じだね。で、今日も 1.75 でやっていきます。いや、1.75。1.75 リッターですね。で、水は、まあ、好きなだけ取るって、まあ1リットルぐらいは取ろうかなっていうふうに思っています。まあ体が求めるぐらい、求める範囲でね、取っていきます。それぐらいだね、そしたら、絶食413日目始めていきます。今日の1杯目作っていきます。カゴメの野菜1日これ1杯ですね。これを250、いつも通りこれ1から始めていきます。今日もバイオリズムはそんな悪くない日ですね。さっきの色売りの発声練習してた感じだとね。で、キッコーマンの無調整豆乳250。で、これと、ボルビック、水。ボルビックはね、これの入れていきます。250。だから、まあ、昨日も話したけど、とにかく、老いないコツは、体と心に負担をかけないことだね。これだね。だからやっぱ頑張っちゃダメなんだよ。頑張るっていうのは体と心に負担をかけることだから、そうすると老いていく、つまり死に向かっていくんだよ。だから頑張れば死に向かっていっちゃうんだよ。そういうことだ。頑張ると死に向かう、老化する、頑張れば老化するっていう、そういうことだ。頑張っちゃいかん。頑張らない。心配しない。とにかく心配しない。ネガティブな考え方をしない。心配しないことだね。で、恐怖しないこと。恐れを感じないこと。ここはでかいね。あと、体にも負担をかけない。だから、やっぱり取りすぎない。取りすぎないこと。で、体にいい食べ物を選ぶこと。ね、ここ大事だね。とにかく体と心に負担をかけない。ここ。すごく大事なところですね。さあ、これ飲んでいきます。12時ですね。正午12時で、気温、室内温度が26度、湿度、59% ってところです。2杯目作っていきます。ファミリーマートのオレンジですね。オレンジジュースを250。まあ編集終わってレンダリング入ったところです。この時間に2杯目に入れたら最高だね。午後2時。いいペースだけど、今結構ちょっとお腹がもう空いてて、早く飲みたいって感じなんで、ちょっと遅かったかな、作るのが。気のいいところまでやっちゃいたかったもんで。まあ、あんまり、で、無調整豆乳。あんまり我慢するとね、体の方に負担がかかって老化に傾く可能性があるからな。まあ無理しないで取った方がいいんだよね。で、これと、右耳にちょっと耳詰まりが今出てますね。っていうことはちょっと負担かかったかな。これとボルビックですね。250。そし
だから今日は割と寒いね。割と寒いね。絶食やってるとね、この気温だとちょっと寒い。風もあるし、まあ今窓開けてるんだけど。そしたらこれ取っていきます。3杯目ですね、作っていきます。カゴメの野菜生活100グリーンスムージーを使ったグリーン豆芽ですね。で、今から風呂入れていきます。250ギリギリあるな、もうちょっとでとこだな。で、無調整豆乳250、ちょ5時でしょう。で風呂入って6時、10時ぐらいまでで飲み切って、でラスト1杯トヤミックス作って、それを250だね、飲んで半分は親に両親にあげる、飲むようにってところですね。感じで、まあ、今日はやっていく。あと水、ボルビックですね。250、今日は割と調子いいね。欲しいっていうか、そんなにすごいいいわけじゃないけど、バイオリズムね。やっぱりなんか、まあ、真ん中ぐらいかなってとこですかね。そんな悪くもなく、すごいいいって感じもなく。飲む量も、まあ、そこそこのスピードで減っていくもんで。まだ5時だもんね。5時で3杯目作ってるから。そしたらこれ飲んでいきます。今風呂入れてるところです。で、今日からこのバスロマンスキンケアのシアバター&ヒアルロン酸、あとスクワランオイルが入ったやつだね。これ使っていきます。まあバスロマンとかバスクリーンのスキンケアを使ってるから肌が若返っているっていうわけではないけどね。わけではない。これ使ってても、バスロマンとかバスクリーンのスキンケアシリーズ使ってても、菜種油を塗らない時はね、肌がねガサガサになる、悪くなる、間違いない。で菜種油を塗っちょっと厚め塗った時に肌が良くなる感じっていうか、肌が良くなってるもんで、キメが細かくなっていってるもんで、だからバスクリーンとかバスロマンがいいっていうわけ、それがそういう肌のいい状態をもたらしてるわけではないけれども、ただその菜種油と、もしかしたらなんか相乗効果的なものがある可能性低いけどね、そういう何かあるかもしれないっていうのは、これ一応これ入れて風呂入るとやっぱちょっとなんか肌がすべすべするっていうのかね、そういうのがあるもんで、そういうのがあるから相乗効果的なものがあるかもしれない、その辺もあるから、一応何を使ってるのかっていうのは示しておく、後で他の方が追実験できるときにね。バスクリーンとかバスラマン入れずに菜種油だけで試したらなんかいまいちだったみたいなことがもしあった時にね、じゃあバスクリーンとバスラマンも使ってみようかっていう風になると思うし、で使ってみたら、なんか良くなったとかいう風のがあれば、これ相乗効果があるんだっていうね、そういうの分かってくるかもしれない、一応まあそんな感じですね。
したら、あとちょっと5分か、そこらしたら入っていきます。ボルビック入れていきます。250度ね。で、ここに。これでいくつだ？1,2,3,4,1000か。1000点だね。じゃあ飲んでいきます。ラスト作っていきます。カゴメの野菜1日これ1杯ですね。これを250入れるけど、コップの半分はうちの親にあげるっていう形で 1.75 にします。まず250入れて、でキッコーマン250入れて、でこれを今から半分下に降りてってコップに移して、でうちの両親に渡して、で半分にした状態でまた持ってくるって形ですね。そしたら渡していきます。今渡してきた半分入れてね、両親にこれで250、あちょっと多いかな、10ぐらい多いかな、まあいいとこでしょう、250ですね。でこれ飲んだら 1.75 リッターですね。絶食を7日間無事終えることができたってなりますね。したらこれ取っていきます。おはようございます。今午前8時28分ぐらいですね。そしたら今日もウイローリー3回やってから体重測定入っていきます。変わってないですね。ウエスト測っていきます。正面と側面ですね、と背中、この辺かな。64ですね。変わってないですね。血圧測っていきます。106-72です。今日の結果報告です。今日は天気曇りで、夕方前あたりから夜ぐらいまで一時雨が降ってました。まあ、夜途中からもう止んだかなですね。一時的に降ってたっていう感じですね。で、睡眠時間は7時間半ほどとっています。深夜0時から午前6時までの6時間と、午後10時半から深夜0時までの1時間半、合わせて、7時間半ってところです。
また今日も同じですね、昨日と同じく午後10時半ぐらいにもう床についてるもんで、布団の中入って眠りに入ってるもんで、深夜0時の手前の分は今日に計上ってところですね。ジョギングとウェイトトレーニングは今日もなしです。室内温度は26度、湿度 59% でした。まあ今日は湿度高いね。これ、まあ、昼だけどね、昼頃の気温、いや室内温度と湿度だけどね。で、飲んだもの、野菜ジュースが 625ml、 豆乳が 875ml で、果物ジュースが 250ml で、水は1000ですね。で、合計が 2750ml で、水1000のため実質は1750になります。で、今日も 1.75 リッター絶食達成です。今日で7日目、1週間、ようやく来たね。1週間経ったね。これで2リッター入れるね。いけるね。よかった。尿回数は7回出てます。濃さはかなり薄め。あと普通に薄い。量は平均的な量ってところです。で、大便は0回ですね。今日は出てません。おならはたまにありで、匂いはなし。まあ大体おならはもう安定してるね。まあ大体たまになんかちっちゃいのがちょこっと、まあシュッと、ちっちゃいのが出るぐらい。シュッとっていうか、シュッとっていうか、うん、まあそのぐらい。で、匂いもないってところです。今日の計測時刻は午前9時頃に計測しています。昨日と変化はなしですね。同じ時間に測っています。体重は 54.20kg で変化はなし。体脂肪率17、体脂肪率じゃなかった。BMI は 17.1 で、これも変化はなしですね。で、体脂肪率が 8.1% で、マイナス 0.1% の減少です。なんで、体重、体脂肪率、あと、BMI、全部、今日は、まあ、ほとんど変わらない機能と。体脂肪率 0.1 ぐらいだったら、まあ、誤差の範囲内、と思うんで。昨日と変わってないって見方でいいと思います。血圧106-72。最高血圧プラス1、最低血圧変化なしですね。なんで、血圧も昨日と変わってないですね。全く変化ないって見方でいいと思います。で、脈拍64で変化はなし。これも昨日と全く変わってないですね。で、ウエスト64センチで、これも変化はなしってところです。今日は体重、BMI、体脂肪率、血圧、脈拍、ウエスト、全部、まあ、昨日と変わらないっていう風な見方でいいと思います。ほぼほぼ同じってとこですね。まあ、いいんじゃないかな。バイオリズムも昨日はそんな、悪い感じではなかったし。で、今日の気づき、まず顔の状態見たときに、まあなんかおすごい若返ったっていう感じはないけど、まあ肌触りはいいかなと思いますね。肌の具合、肌触りはいいかな。まあそのぐらいかな今日は。そうなんかすごい若返ったっていうふうはないね。で、頭部、今日の頭の確認だね。一週間経ったんで。頭部、頭の確認をします。まず、頭頂部ね。今こんな感じです。こんなとこだね。横。今こんな状態。こっち。ですね。で、後ろ。こんな状態。まあ、後で編集の時に確認します。で、あと、まあ、今日は、最後だね。8杯目。8杯目というか、まあ、トーヤミックス、トーカミックスで言うなら4杯目に当たる。ラストに作った時がこれ1等やで、500作って半分は両親に、まあこれ飲みんっていう風にあげてるんだけど、
あげたんだけど、なんていうかね、もう、豚に真珠、猫に小判、うちの親に豆屋ミックスっていう感じだった。まあ正直、まあちょっとがっかりしたっていうのはあるけど、でもしょうがないかなっていうふうにも思ってます。普通の人は今現在で普通の人から見たら豆屋ミックスっていうのは単に野菜ジュースと無調整豆乳を混ぜただけの飲み物っていう、まあそれだけなんだよね。そんだけのことなんだよ。だから本当に猫に小判っていう感じだった。豚に真珠っていう感じだった。これが、この豆屋ミックスが実は若返りの元なんだよ。若返りの元なんだよ。そして不老不死の薬、不老不死の元なんだよ。不老不死の元なんだよっていう、そこにこれからすべ、日本のすべての人が、そして世界のすべての人が気づく時が来るって私は思ってます。気づく時が必ず来るもんで、だからとにかく今は実験だね。今は実験を続けていくっていうところです。まだ今はみんな気づいていないだけ、気づいてないだけなんだよ。その価値にね、猫に小判を渡すようなものと同じなんだよ。その価値に気づいていないだけ。でもみんなその価値に気づく時が必ず来るから、必ず来る。そのために、まあ、今は実験を続けていくっていうところですね。まあね、本当そんな感じだった。2.25 の時にも波数が出るもんで、ラストの日にね、 2.25 の実験する時にもね、その時はトヤミックスをタッパーに入れて、で冷凍保存しようかなって思ってます。で、まあ 2.5 リッター全食も全部終えた後だね、夏場にその冷凍庫から出して、でシャーベット状にしたのをまあちょっと味わってみようかな。トヤミックスのシャーベットだね。まあそういうふうにしようかなっていうふうにちょっと思ってます。そんな感じだね。まあしょうがないと思う。今普通の人から見ればただの野菜ジュースに無調整豆乳混ぜただけの飲み物にしかまあ見えないわなって思った。そこはしゃあないなって思ったけどね。だけどこれから変わる、これから変わる、変えていく、私が変える。トヤミックスが若返りの元なんだ、不老不死の元なんだっていうのをね、これから伝えていくっていうか、みんなに知ってもらう、知っていただくってところですね。それでみんなに、すべての人にもう老いる必要はないんだ、死ぬ必要はないんだっていうのをね、認識してもらって、で実際に若返ってもらって、で全員もう死なない状態、不老不死の状態にもなっていただく、なってもらうってところですね。まあそんな感じです。で、まあ今 1.75 やってて、 1.5 リッターの時はむしろなんかちょっとなんていうか、老化していく感じがあった。髪の毛もちょっと白っぽくなってきて、老化していく感じがあったんだよね、どんどん。で 1.75 やったら、おなんかちょっと顔の状態がいいじゃん、ちょっとなんか少し若返ったかもっていうのが増えてきた。増えてきた。 1.5 やった時がだんだんちょっとなんか老化、最初の時まだちょっとマシだったけど、だんだんちょっと老化に傾き始めて、 1.75 やったら今度徐々にだんだんちょっと肩回復してきたんだよね。でなんかちょっと若返った感じがあるっていうか、なんかちょっと調子良くなってきたじゃん。肌もなんかちょっとなんかすべすべしてキメが細かくなって若返ってきてる感じがあるっていう風に今上がってきたんだよね、 1.75 やってきたら。だからこのやり方でいいんだよ、合ってるんだよ。このまま順番にやっていく。今度次は2リッターだよね。2リッター上がってきた感じなのが、またそれに今度2リッターにしたら、おまた若返った、おちょっと前よりももっとさらに 1.75 の時よりもさらにちょっと良くなったんじゃないっていう風になってきて、
で、どっかで 1.75 から2リッター、2リッターが 2.25、2.5 から 2.5 ってやっていくにあ、際して、どっかでね、こうやって、あ、若返りの具合が良くなってきた、もっと良くなった、さらに良くなってきた。で、どっかにピークがあるんだよ。必ずある。必ずあるピークがね、一番いいところがある。一番いい量。うん、この量がベストっていうね、不老不死メソッドのね、この量がベストっていうところが必ずあるから、そこを見極めるだね。うん、でそこを通過したら今度なんかちょっとなんか若返りが悪くなってきた、ちょっとなんか若返らなくなってきた、ちょっといまいちだなっていう日が増えてきたっていう風になってきたら、ピークのところはあ、ここだっていうのがはっきりするもんで、そしたらそこを使ってやっていくっていう、うん、またみんなにもそのデータをお伝えできるっていうかな、うん、不老不死メソッドはこの量でやるといいっていうね、うん、まあ、厳密にはね、一箇所じゃないっていうのかな。なんか季節、気温とか室温、室内温度でまた上下するし、あと、バイオリズムでも上下するから、毎日同じ量でやると、若返る人、若返らない日が出てくると思うけど、そこの調節幅だよね、調節幅。だいたいここが一番ピークだから、ここが一番いいよ、ここを基準にしよう、ここを基準にして、で、寒い時はちょっと、量を減らす。暑い時は少し量を増やすとか。で、さらにバイオリズムで、バイオリズムが落ち込んだ時は量を増やすっていう形だね。そういう風にして、一番、その日その日で一番ベストのところを見極める。体が求めるベストっていうのかね。若返るベストのところを見極めるっていう形。で、その幅、若返る幅だね。だからこっからこの幅でやるといいよ。こっからこの中で、その日のバイオリズムの状態、気温の状態を見て、この辺だなっていうふうに自分で決めてやるっていう形。うん、やってたら、体の声を聞くっていうのも、だんだん、うまくできるようになるもんで、今この具合の空腹だと、これ以上ちょっと無理すると、老化に傾くな。だから今ちょっと5口ぐらい飲もうか。いう感じでね。で、5口飲んで、あ、落ち着いてる。今のこの状態はいい感じだ。このまま行けばいい。で、また1時間ぐらい経ったら、あ、ちょっとなんかお腹の状態が空いてきたな。あ、この辺でも入れといた方がいいな、とかいう感じでね。これやっていくとトータルの量は、まあ、こんだけだな。そうすると、あ、なんか翌朝若返ってるっていうね。そういう風になる。こうやってどん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 若返っていって、で、二十歳そこそこの状態まで持っていくってとこだね。うん。そしたらもうみんな、もう、歳取らなくてよくなるよ。老いなくていい。で、寿命っていうものももう消滅するわな。誰も死ななくてよくなる。全員ね、全員そうなるってことです。そこを目指してる、今。そのために今実験を続けているってところです。そうなるためにね。うん、そしてそれは必ず実現できる。実現できる。うん、そんなところです。で、まあ、明日は、明日は、じゃ買い出し一回途中で行きます。まあ、月曜日なんで買い出し。だいたい月曜日に買い出し行こうかなっていうふうに思ってます。バイクの状態見ながらね、バイク、それで一週間に一回動かす形でバイクの状態がちょっと悪くなるようであれば、まあ、5日に一遍とかに変えるけど、とりあえず週に一回ぐらいで、買い出し行くようにして、バイクの状態見ながらね。うん、で、明日は、それで、これ一、野菜一日これ一杯とか、あと、ファミリーマートでオレンジ買ったりとか、あと、無調整豆乳と、あと、水だね。水がもう結構本数なくなってるもんで、水の補充をちょっとしたりとか。まあ、その辺で何軒か回るもんで。で、2リッター。うん。量は2リッターだね。実験は2リッターで始める。明日はね、明日から1週間だね。2.0、2リッター絶食だね。それで実験していきます。それで若返りの具合と、あの体のしんどさとか、精神状態とか、うん、まあ、その辺を見ていくってところだね。うん。うん、そんな感じかな。うん、いいね。楽しいね。うん、そしたら、絶食413日目完了です。それではまた。明日。